信者の接続が確立しました。こんばんは。あ、外配信はね、多分あさってかな、しあさってかな。金メダルなんて難易度高いもん。難易度高いかな。おやすみ。本を置いて魚を下ろせるつもりになっているのか。本を見てやれば大丈夫から。ちまきが怒ってるの。先生こんばんは。俺が怒ってる。セレブですね。レシピ読まない男がこんな本買っても意味ないだろ。金の無駄。いやいや、これ楽しいから。1ページもめくってなさそうな綺麗さ。こんなめでたい日に対虐待するの。おじいちゃん金めでたい日だから体育んだよ。作ったでしょ。わら、戦艦先生書いてある内容理解できる。大丈夫。いや、できると思いますよ。平成最後の失敗料理。わらわら、カレーとかのさばき方も載ってる。そうそうそう。平成最後でなんかやりたいとか言ってたような気がするけど、普通の料理だね。早く気まぐれクック見に行こう。対虐待。対虐待したい。金目鯛は金目鯛で確かね、乗ってたんですよ、これ。カレーとかまだ早いんじゃにの。もうタイは一回さばいたことあるんだよね。金目鯛が視聴者からタイトル虐待をもらいました。虐待いきなりの金目鯛でくさ。そうで、ほんまはね、天然タイ買いたかったんですけどね、天然タイ売ってなかったんで。お料理本当は意識高めているね。ちまきさん、もうこれ半年前に買ったんやけど、ね、給料上がった。給料まだ上がらないよ。あ、これか、金目鯛来週上がるよ。横ちゃんとこう下処理のやり方とか、まあ、載ってるわけですよ。山岡さんなら本見てる間に釣りに行ってるぞ。年収いくら。アレクサにさばき方聞こう。アレクサ絶対わからんと思うで。アレクサ、鱗落としてもらったの。わかりません。ほら、わからんって言ってる。ごめんなさい。うるさい。ローター先生は年収450ですよ。ごめんなさい。うまく反応できなかったようです。どうかまた話しかけてくださいね。とりあえず金目に謝って。で、まあやるわけなんですけど、もう今日はこの金目鯛のね、刺身2種盛り、会話を拒否されてるのくさ。なんていうの、この霜作り、焼き作り、焼き霜作りですかね。焼き霜作りと普通の作りと、あとはね、この煮付けができたらないいなって思ってます。うん、そうですね。まあ、まずはおろそうぜっていう話か。お前昨日の砂糖の使い方やばいな。ジャム作る気かよってようだったわ。ジャム作ってたんだよ。終わるの。いや、終わるでしょ。平成中には終わったるわ。貴様は陛下のお言葉ちゃんと聞いてなかったのか。あ、聞いてなかったな。ちょっとごめん、そういうの疎いから。本当に2時間でできるかな。骨は味噌汁に使うの。予定ではなく希望です。アレクサ、登録情報教えて。アレクサ登録してないから全く。まあそんな感じでね、今日はやっていきたいと思いますよ。金目鯛ってね、なんかめちゃくちゃ高いのね。チンポポピー知らんかった。チンポポピー、アレクサ金目鯛。チンポポピー。908円もしたぞ、1匹。高いぞ。で、金目鯛、金目鯛、金目鯛。死にてえのか、卵で980円。おいちゃん。結構高級よやんけ。そう。結構高級なんだよな。あ、じゃ。アレクサ、金目鯛の相場を教えて。でってで、ま、これからその980円を捨てることになるんですけどね。こうなんか、まあ、なかなかどうなんでしょうね。いい金目鯛かどうかわかんないけど。ドヤ顔でレジ持ってった話すこ。ドヤ顔で。いや、今日さ、あのね、俺金目鯛買おうと思って横にね、目が死んでる。めちゃめちゃでかいカンパチ置いててん。カンパチ置いてて、あー、カンパチやと思ってな。
でかいなと思って見てたら、外国人の人がポンポンって触ってんねん、カンパチのお腹をポンポンポンって買いますねえのに、ポンポンポンってして、いやこいつ買うんかな買えへんのかなって見てたけど、でその後ね何したかって言ったらね、このそのカンパチ持って記念撮影しだして、何やこの民度の低さって思ったよね。やっぱ外国人ってやっぱ触っ買えへんもんを触るからね。そうそうそう、なんかカップルでさ、そんなカンパチが珍しいかっていうのと写真撮るかねっていうね、っていう怒りです今日は。年越しそばも頼むわ。普通もっと細いんやけどな金目。白人。そうなの。いやアジア圏か中国やと思う、あれは。外国住まいでしたっけ。外国住まいじゃない。金魚やん。先生が民度を語るなよ、ピンクローター買った男を追っかけといて何言ってんねん。いや別にそれはもう万引きかもしれんから、万引きピンクローターかもしれんから。なんで今日は怒ってるんですか。今日怒ってますよ本当。これ、ね、金目鯛くんを使っていきたいと思います。うわ、なんか鮮度とかってさ、どうやったら分かるのかなっていう話ですよね。ちょっと分かんないけど、万引き先生、まあいいや。まずはですね、あれですね、メガ金じゃなくて銀じゃない、銀ですか。そういえばドッムの万引き G メンのゲームにピンクローターがあったような気がしますね。充血してる、徹夜したんだろうな。あーかわいそうに金目鯛くん、何言ってんだ、これから美味しく仕上げてやるよ。でこの金目鯛のまず鱗をね取っていこうと思うよ。一体誰がこんなことを、先生推理お願いします。一体誰がこんなことを、どうしよう、これから生ゴミに変えられてしまうんだね。まあいいか、よし、じゃあこれをグロ配信と聞いてやっていこう。よいしょよいしょ、まずは鱗を取っていく。内臓も食べてね。まな板ないの？鱗めくれ。まな板あるよ。気まぐれクックで学んできただろ。まあな、伊達に見てないからな。ガツとやってやれ。痛い痛い痛い。気まぐれクックの遊戯王の動画しか見てないから今。自力したとこに縮み具合が好きだブルオジェ。戦艦さんが鱗取りしてる。すげえ。平成最後の魚虐待と聞いて。なんだそれ。何も学ばないな。ポリ袋の中で鱗取れば排水口の掃除簡単だろ。確かに。痛い痛い。そうか、それを忘れていた。何優しくマッサージしてるの。鱗はそうか、詰まるか。レバーとかも持ってるん。レバーありますよ。でも柳がない。柳包丁がない。ベインベイン。結構これしっかりやっとかへんとね、後でこう捌くときにね。実は鱗取ってもらえてたりしてな。いやいやいや。そんなわけないから。なんか全然素材命だからうちの配信は。言えば大抵取ってくれるけどね。マジで？スコップ使ってるん？違うよ、鱗取りだよ。ピーラーでやれ。ピーラー剥がれる。平成最後にお魚料理と流行りますね。いや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 、でもね、いや最近さばいてなかったからさ、ちょっと腕が鈍ったらあかんなと思ってさ。いちご大福作らないんですか。いちご大福は作りませんよ。いちごは取れてるな。うろこは食べるん。失敗したらお前さばく。うろこは食べないね。砂漠ってそれ違う意味でしょ。法で砂漠みたいなことでしょ。
鉛歩道でありましたっけそれを言っちゃおしめでは。三枚に下ろす。まあ綺麗に取れたかな。上をねしっかり取っとかなあかんかったよな。なんか前いつもね上をね忘れてね。お前本当に。あ、さばきづらいなってなっちゃうんだよね。ではさばけぬ悪をさばく。米数になったら容赦しないんでよろしくお願いします。米数？あ、ご飯炊くの忘れた。いや鯛めしとかやってもいいなと思ったけどね。それ試しに自分の腕にもやってみて。かな今日は何に怒ってるのですか？今日はスーパーの外国人です。スーパーの外国人というかスーパーでなんか買わないのにベタベタ触る外国人に怒っている。こんなもんかな。言語またぎ料理配信ってまですか。俺はこの放送に怒ってるよ。怒るな。よし、我が子のようにね優しく対応、そして激しく。日本酒用意した。なんか目がプルプルで怖いなこれ。目がプルプルで怖いなこれ。なんかこんな目プルプルなん。タピオカみたい。さばいていく。油脂も作りも作って、我が子虐待配信はここですか。銀のやつ飲んで痛いって言ってるよ。君魚何も知らないんだな。痛い溶岩球潰さないでよ。ゼラチン質食べような。まあ、水分は取りまして、ここからさばいていくんですけども、タイの絵みたいなやつおんのかなこいつも。目ん玉が美味しいんです。うわ怖いよ。あ先生、怖いよ。目ん玉えぐり取って遊ぼうとしてる。料理の鉄人を S。 これタイの絵が一番嫌いやから。わら、今度カサゴかおこぜさばいて早くさばけや。あー、タイの絵放射線。あー、平成最後は金目ですか。おった。おい。は？ダブル。こっち見てる。寄生虫か。わら、当たり引いた。わら、こういうふざけた要素いる。嬉しいわん。普通。で、残りは包丁でちょっとこう。やるらしい。なんか尻尾がピクピクしてませんか。視線恐怖症とかガチの影キャじゃん。また命を粗末にしてる。何言ってんだよ。ありがたいんだよ。ありがたくいただいてんだよ。そうそう、ここら辺がね結構ね、お刺身にできるほど鮮度いいんですか。いや分からん、鮮度悪いと思う。なんかめっちゃ飛ぶねんけど鱗。湯引きしないの。なんか半透明な魚が後ろにいません。わからんって。わら、鮮度とわからんもんだってこれ。ここってね、腹んとこってあんまなんか取りづらいよね、鱗。めっちゃ飛ぶねんけど。やだわ。今日その魚夢に出てくるよ。淀川さんの金目とか怖くて食べられないわ。淀川じゃねえよ。金目鯛って深海魚でしょ。ここはね取れへんな。どこ。玉出って町名かと思ってたらスーパーの名前なんだな。わら、それでは町名でもあるよ。これデバ包丁ですよ。すごい取れへんな。お前に金目ちゃんの何がわかんだよ。ごめん、俺何も知らんかった。マジマジマジすまんって感じ。玉では町名でもある。そうそう、町名でもあるよね。そうそう、お腹んとこのね、鱗をずっと取ってるんだよ。先生最近変わったよね、天狗って感じ。なんでだよ。大阪？
金目は皮目が美味しいから湯霜か焼き霜作って、そうそうそう、焼き霜をね今日作る予定ですよ。で淀川でめっちゃ飛んでくる録音、俺に何の恨みやんねん。ああやばい、ここはやっぱ取るんやな。無敵最強最強強人無敵最強、ロコがすごい飛んでる。まあこんなもんでしょうっていうことで、これをさばいていきたいんですけど、あでもまだちょっと残ってるのかな、これウロコ。ああなんかやっぱ何の恨みかって言ったら、散々無駄にされてきた食材たちは恨んでるでしょうね怨念が。あーやっぱここがまだな。その大きさでいくらだった？これ980円です。こんなもんかな。980円、安いかな。風呂入ってくるか採点のとこまでやっておけよ。トンベリさんのみんなの恨みで99万ぐらいくらいそうよし、じゃあ来てっか。まあ多分あの下見はしてるんで、あの動画で多分いけるはずやと思います。本で書いてることとさ、その何さばける .com で書いてること全然違うからさ。そんだけ鱗残ってたらさっきの鱗取りのやつ意味なかったなで、まずごめん、もう一回動画見ていい？あ裏もしっかりやってんなこれ。礼数挨拶地な動画で下見はしても知識は抜け落ちてますわら。そうなんかもうまずエラか、エラ開いてエラ切るのか。はいはい、エラを開きます。こんばんは。こんばんは。あちょっとここ全然鱗取れてないな。さばいていく。なんやこれ。えちょっとさ、えもうあちょっともう一回やっていい？こっちに戻して。お腹の肛門周りの鱗も取れてねえんじゃねえか。ちょっと下手っぴすぎる、ごめんなさい。本当にわざとじゃないんですけどね。でもこれしっかり鱗取っとかなあれやもんな。切りないからいい加減にしといた方がいいよ。あのさばくときすごい難しくなっちゃうんだよね確か。おいたいくんが全ビレで泳ごうと。俺たちに謝らなくていいから金目鯛さんに謝ってこ難易度はそこまで変わらないけど食べたとテンション下がる。そうだよね、確かしっかりやっとかんとねダメなんだよな。まだ鱗撫でてる。え結構ガリガリやってるんですけどね。結構あれなんかな、もっとガガガガってやった方がいいんか。それどんどん鮮度下がるから。そうそうそう、急がないと。ペットボトルキャップ第一チェックよ。どんどん傷んでいく。スプーンで取れるのに。マジでスプーンでいけんの。25分経過しました。わら、いや嘘つくな嘘をつくな。その指の先についてる鱗も取って、だからもういいってば。もっとガリッとやれ。よし、まあ、これでだいぶ取れたと思います。泳がせてんじゃねえよ。よしオッケーオッケーオッケー、よしオッケーオッケー。
あ、ちょっと、あ、まあここは落とすかでいいか。そいだけを魚水にジャバジャバしてるの悪くなるぞ。そう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 、だからね、あんまり水をやると良くないんだよね。痛みやすくなっちゃうから。あ、最初は敬語使ってたのに今じゃタメ口かよ、しまきくんよ。何言ってんだよ。水を得た魚って言うじゃん、ジャブジャブつけてけ。ちょっと違うんだよな。ちょっと離席したらデジャブなんだけど、何かあったの？え、やり直し食らいました。岸和田に敬語なんてないぞ。そう、そんなないから岸。エラをなんか薄くなった、切っていく。エラの付け根を、これ難しいよな。どうやってやってんのこれ。エラをさ、これみんなどうやって切ってんの。ここか、熊谷の刑。あ、やばい。ほら。ご、早くしてレイカズになっちゃう。うっ。寝かせてきりゃいいじゃん。あ、親指そこじゃねえんだよな。虐待。やばい。試合が。それ失敗だよ。そりゃエラは灰みたいなもんだから血いっぱい出るよ。新しいの買ってきて。で、すぐ洗え。そうなんだよね、確か。エラの付け根、思い切りが悪いとこうなるな。で、こっちのエラの付け根もしっかり切って。その血もの目、チンコ立つぞ。首が痛いよ。よし。ズボ。左手気をつけるよ。で、内臓を出さないで。頭つきがいいよ。気まぐれクック先生を思い出せ。君魚砂漠の初めて、なんか食材をバカにしてませんか。うー、言わないで。危ねえ、わら。うまく思い出して。ここどうなってんの。撫でるだけじゃ切れないよ。また血だらけですか。ここどうなってんの。ケツから行けよ。あ、ケツから行った方がいいか。通報しなきゃ。お隣さんが血生臭い。グッド。生き物で遊ぶの楽しい。だから親指そこじゃ力入んねえだろ、わら。てかこれさ、あ、やばい。あ、なんかやばい気がしてきた。金子の動画見直せ。今硬そうにしてるところには骨があるだけ。ブルッテンベ。え、じゃあこれ。ちょっと待った。で、エラ取って。本読んだんだよな。マジで力入ってないな。切って、急げ急げ、くっさくなるぞ。斜めに入れていくの。え、じゃあ ここさ、なこの目の濁った感じ、玉入れやな。金目高かったろ。本読んでも包丁の持ち方とか基礎がないからな。ここさ、え、なんか俺の金目鯛となんか違うねんけど。早くさばいて血合い流そうよ。980円。なあ、今鯛がカメラを見てたんだが。頭落とせ。関係ないよ、ぶった切れ。金目鯛とは高級魚やんけ、お前。毒
在の虐待を気にいつ今日の被害者はキンメダイか。まさか新種発見か。お前もキンメダイの違いなんて知らねえよ。殺さないで。もう断じていけいけ。平成最後の。え、なんか。つけるなよ。え、なにこれ。何してんの？お前内臓は。違う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 。内臓は手で引きずり出せ。この配信がまさか言語をまたぐとは。グロ注意。ここが。わあ、お前内臓を。くす、なんか硬い骨あんねんって、ここ。なんなんこれ。いや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 。魚を干すのは見応えあるな。いや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 、これ違うって。なんか俺飲んだ。みたいなもんや。買った。叩けばいいじゃん。なんで？なんでこの硬いのあんの？それ戦艦先生の指の骨だぞ。内臓潰して腹の中で匂いを染み込ませるのか。さすが達人。金目は骨硬いぞ。これなんの？怪我だけは気をつけてね。そうやな。怪我だけは。包丁の手前で落とすんだよ。わら。なんやねんこれ。もう。あは、いや内臓ちょっと手で出します。金目の匂い付け、虫の包丁切れねえな。そんな骨虫しちゃいなよ。なんやこれ、何骨。すいません、この配信 R-18G タグつけるべきではないでしょうか。もう手で引っ張りでそ。おい、誰が金目台煮込んでいいって言った。ちょっと引っ張り出します内臓。なんだこりゃ。なにこれ。グロい、エッチだ。なんかぐちゃぐちゃ。わら、食べ物で遊ばないで。解剖中。マグロよりひでえや。頭落としちゃえばいいじゃん。そうやな、ちょ頭落とすか。やばい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 。おいよ。え、なんやこれ。は？あ、もうあかんわ。ちょっともうさ。預けてる。わら。まあその骨切り落とすから気にしなくていいけどな。ビビってんぜ。今ちょっとピコーンってなったわ。ちょっとこれ、ちょっと一回もうこれ切っていい？だから頭落とせばいいじゃん。よし、捨てるべ。切れそうになった。いやなんかさ、これ今のサムネやべえ。いやこれさ、やばない？まだ切ってる。むかつく。なんやこれ、マジで。なんなん。左手親指気をつけて。内臓が結構それ腹側からじゃなくて頭側から腹を切るんだよ。そこは見つけしとけ。わかったか。何に切れてんの。なんか謎の。あ、頭にればいいんだから気にすんな。謎の骨が。内臓が内臓。わら、お水につけすぎて身がグズグズし始めてんな。あ、ちょっとこう内臓取り切れてないな。てかさ、これさ、マジでなんなんこれ。ほんまに。え、これさ、え？どういうこと？今後動画もに頼み込めていただく。わら、どうかお願いします。この始末だわ、ほんと。そこもん。何やねんこれ。頭捨てちゃうの。わら、お前は肛門いじるの好きやな。ほじほじ。だだだだだ。
おバブル綺麗になったな。いったんな。もうパニクってるので頭してますよ。ダブル安心してください。頭いらねえよ。高い理由って食べれるところ少ないからなの？違うと思う。は？は？あ、そ、あ、そうや。頭してるのは頭悪すぎる。ちょっと身がぐずってきたな。煮付けにするのに通してるんか。頭にるか汁物にしろ。まあレシピ的にはね、頭使ってないからね、いいんすよ。カブトなんとかって汁物美味しいよね。ほほ肉うまいのにな。アホなん、炊飯器ぶち込め。は？その頭で出し取ったら美味しいのにな、もったいねえ。お前の頭捨てた方がええんちゃう？ちょっとあれやな。頭捨てちゃうの？ちょっとぐずってるのかな、これ。金目鯛から赤魚へグレードダウン。あの赤魚ってあれなんなん、あれ。よくさ、スーパーで売ってるけど、あれ赤魚ってなんなん？そやれは。何の魚あれ、赤魚って。頭チンペだからしてるんだよね。よいしょ。赤い魚だが、赤魚は悲しいな。ぐちぐち言ってねえでさっさとやれよ。深海魚のめっちゃ黒いやつ、ね、わら。あ、そうなん、赤魚ってそうなんや。頭自ら出すで。赤魚ってそうやったんや。でも結局何やったっけ、俺エラ取ったんやったっけ。エラ取れてないんか。頭捨てたら軽蔑するわ、わら。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。なかなか黒いのは取っていいよ。黒いの取っていいんか。赤魚ってメバルみたいだった。あー、メバルみたいな感じなんや。どうしよう、これ一旦あれかな、ラップしとこうか。素材大事にしろよ。使える部分は全部使えよ。カブトにしたらどうよ。どんだけ洗って拭いてしてるの。は？一回ラップしといて、これのちょっと黒いところをまずちょっと全部出さなあかんな。エイジングですか？これなんなんこれ。これなんかあれだよね、エラーと一緒に。あー、ちょっとエイジングです。え、何してんの？めんどくさければヒレも取っちゃっていいよ。本読め。そうやな、ちょっと本読もうかな。てかさ、これさ、これいつもこのエラのさ、難しいよね、エラと。お前通はそこ口でジュジュジュっと吸うんだよ。身と頭だけにしとけば、あとはどうにでもなる。ちまちゃま？ひどすぎますわよ。解剖の実験ですか？知識ないなら調べるか、リスナーにつけば？よっ。エラ取って内臓取って熱湯につけて、残った鱗とか血合い取るといいで。そうやな、臭いもんな。臭みを取っていかない。あ、お前勝手に物事進めてトラブル起こして上司怒られるやつだろ。なんか これ、なんやこれ。黒いのがね、すっごいなんかついてんねんな。これなんなんこの黒いやつ。なんやろ。
エラじゃねえ、終わっていいぞ。どうせ0点しか評価つかないが、頭を見つけしろよ。だからどエラ取っていいぞ。どこまで取れるの？タイの刺身って1日寝かせると美味しいよね。あ、なんか熟成みたいなさせるみたいね。よいしょ。こうなんだよな。生物学じゃないから何かわからなくていいぞ。お前それ生き物で遊びたいだけだろ。なんかエラが一個だけ残ってんねんな。なんか難しいな。エラの付け根がな。こうか。とりあえず頭は取れましたと。釜を取る暴挙。こんばんは。今日も調子いいですね。これが釜か。金を取ったらダメだろ。わら。でもね、なんか全然なんか違うんだよな。なんか俺の持ってるやつと。頭そんなんでいいの？美味しそうな汁ができそう。ちょっと釜は置いといて。これは違うか。これは骨やもんな。ただの。これ釜やんな。多分。皮なんかこれ。内臓だけ取って使え。わら。お釜放置しないで。ポケモンつかまされたか。メバル？メバルちゃん。ね。それも熱湯につけて汚れ取ろう。骨からも出汁が出るんだぞ。ご飯炊いた？ご飯ね、炊いてないんですよ、まだ。出しようならそこまで気にする必要ないんじゃないの？そうか。知らんけど。OK、とりあえず、顔面取れた。顔面と、あれですかね。釜。を吸収した。出汁はもう出ました。わら、魚の構造はほぼ変わらないんで、先生が無知なだけですね。わら、じゃあそれ炊き込むか。バラバラしたい。多分あれ臭いからね。あれなんだよな。ちょっと熱湯かなんかにつけといて臭み取らないと使い物になれへんやろな。あーまい。オーマイガッ。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。思った以上に捌くのが難しくてテンション下がりまくってませんか？全然じゃないの。難しいんだよな。なんかやっぱね、サバとかアジとかね、捌けるようになったんですけどね、やっぱタイはね、なんか難しいな。あの鱗がしっかりしてる系の魚は。ごめん、ゴールデンウィークとしては配信のクオリティ低いから他の配信行くわ。じゃあの青魚は簡単。どうぞどうぞ。よいしょ。よいしょ。ドンキ、わら、魚も肉もだけどおろすってのは技術いるっちゅうことやな。そうやな、やっぱ。これは結構難しいよ、タイは。プロはね。やっぱタイはね、難しいな。配信録画用すでにウプした？ごめんなさい、ウプします。よいしょ。大抵何回目やねん、君。いや、でも3回目やから、まだ。あげて食べてー。まだ3回目だから。いらぬ包丁ばっかり買うんやったらデバ包丁買えよ。これデバ包丁なんだよ、これ。どこさんの金目だい。全然切れねえけど。料理系 YouTuber で どこと書いてたかな、これ。いや、無理だろ。売れたら別にどれも買わんねえわ。そうなんだ。デバ包丁って数千円するよな。そうデバはね、あれ、あったあったあった。よいしょ。やばいな。平成終わる前に料理終わる？ステンレスのデバだと。そうステンレスのデバなんですよ。物ならないデバ包丁、素材を包丁置きにする料理人を言う。笑。やばいな、バレた今。見られてた。
手がくっ、やっぱな、手袋した方が良かったな。手袋使って何するん？銀行強盗？いやいや、料理だよ。魚系やっぱ後片付けがねクソ大変やから嫌だな。次の式典始まるまで平成でしょ。あ、そうなん。柳葉買って、柳葉ね、柳葉買っといた方がいいかもしれんな、ゆくゆくのために。は、ちまきが料理してるのなんか一度も見たことないんだが。金目鯛ってなんで金目鯛って名前つけられたか知ってる？え、なんか目が金色やからじゃないの？その安易なやつじゃないですか？でかい魔平成ですらないじゃねえ。今なんなんじゃ？今なんですか？家特別法により5月1日0時から霊数元年となります。メガコン時期、わらわら子供か、わらわら。え、そうちゃん書いてたで、なんかウィキペディアみたいなやつに。ちゃうんか。で、さばいていくわけなんですけど、さ、もうさばきはもう始まってるんですけど、なんかさ、この動画さ、いとも簡単にやってるよな。そんな簡単に。戦艦はなんで戦艦って名前つけられたん？もう、お前は明日から戦だって言われて。あ、血合い取りますよね。で、水で洗いますよね。で、よく洗いますよね。で、初心者用に作ってないのが悪いよね。レシピなんかこの動画なんでも難しそうにやってるよな。お前昆布締めで1日寝かせた方がいいよ。それはそうだよ、やり慣れてる人かプロやねんから。取引価格が高いからお金素人なんかさ、お兄さんみたいな人がやってほしいな。これただなんか小学生とかがやってる映像やったらね、あ、俺でもできるかもって思うけどさ、こんな板前さんがにねやられたのっていう、まあ言い訳は置いといて。全然剥がされへん。なんでニューハーフの料理はもうニューハーフ側に興味いくやろお前。そんなん料理。世の中のレシピは27歳独身料理コント芸人用には作られてないんよ。何や料理コント。よし、で、まず腹ですよね。ちょっとねバラバラになってるけど、まあいいか。でもまず腹からですよね、多分。これは多分合ってるはず。しかし本当の淀川はいろんな魚いるな。これ淀川じゃないけどね。で、淀川って魚売ってんの？淀川さんのやつって。で、立こうかな。いや、ちょっとあれか。こうか。で、次背中からか。
ちっちゃいから一遍でもいいかもな。ギコギコすんな。普通に失敗したかもしれん。戦艦さんこんばんは。今日の生贄は最近まで海で元気だった彼ですか。もうバーナーで炙り金目にすればええやん。敵をつけろ。お前は気まぐれクックで何を学んでるんだ。気まぐれクックで遊戯王を学んでるよ。え、これさ、普通にこっからはもうあれなのかな。じゃここがさ、失敗したな、ちょっと。金子に謝れ、小指側危ねえぞ。ここはね、むず。なんか。お前、最後おっぽ側から背骨の部分外すの知らんの？こうでしょ？いや、普通はそうなんですけどね。骨に当てながら切るだけやねんから難しくないやろ。ねえ、あれなんですよ。あ！もうすでにね、気まぐれクックで学んだこと銀のやついうやつだけ、わら。こうか。ちょっとごめんなさい。ちょっともう、ダメだ。話にならん。身を持ち上げるんだよ、わら。俺が言うのもないけど、ちょっと話に なってないからもう。ダメだこりゃ、わら。話にならん、わら。よしよしよし、とりあえずいけた。平成最後もグダギダ。危なかった。なんとかいけたよ。もう一匹買ってきた方がいいんじゃないの。ちょ、なんかここがね、おかしくなっちゃったけど。もったいないことになりますね。ここがね、マジでね。ええやん。なんかしくったな。だから結構この魚って薄いもんやって思って切らなあかんな、これ。ちょ、今更何言ってんねんって話。ご飯炊いた？もうまだ炊いてない。金目鯛くんももっと上手にさばかれたかっただろうに。結構ちゃんとできたな。ダブルもっと失敗するかと思った。いや、それだって魚さばくの初めてじゃないですからね。これに残っても昼物に使えばいい。霊数も期待できませんね。期待せえ。まあ、身がついても煮付けにしたらええねん。よしよしよし。こっちはもうあとこうか。これ難しいな。これどうやって切ったらいいんかな。これ初めてじゃないの。あ、初めてじゃないです。金目の煮付けを作るんですか。こっちはこっちで切った方がいいんかな。もう分からんな。もう分からん。片側から外していった方がいいかもしれんな、これ。それ落としてもいいぞ、ヒレ。あ、ヒレ落としていいの。あ、危ない。あ、わからんって言いながら彼を切り刻まないでください。ガン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 。あかんで。ノコギリで切ってるみたいなさばき方、わら。ちょっと、ああ、もういいや、こっちから行くか、とりあえず。一旦。あ、わら。あ、なんか全然歯入らへんな、これ。え、これさ。今日の下打ち率。無理に3枚に下ろさないで骨付きのまま見ろ。そういうことか。包丁の入れ方すら妥協に。ちょ危な。注ぎ切ればええやん。ティファールの蓋ずっと開いててずっと沸騰してるぞ。危な。そやでばだって研がなきゃ生くらよ。危な。包丁の持ち方も刃の入れ方も間違ってますからね。そりゃ切れないですよ。包丁のせいじゃないです。そうです。
ティファール蓋開いてたらあんなことあんの。加湿器、わら。さっきからグツグツ言ってたよ。ゴポゴポン、それかよ、わら。取っての取れるティファールでしたね、わら。ちょっとごめん。まあ、うん、まあ、何その残骸、わら。それお前の頭も湧いてんだから、ティファールの枠はひどい。骨の周りの肉がもったいない、それ捨てるなよ。これはまあ煮込みに入れるんでね、大丈夫ですよ。なんかおかしいな、なんかね。キャンプ行ったらそうめん配信お願いします。そうめんでいいの。ダメだな。なんかもうちょっとうまくいくと思ったんやけどな。あかんな。その骨で出汁取って味噌汁サクローズ。キャンプで一人流しそうめんいいね。わら、キャンプと言ったらカレーですよ。そうめん燃やすだけだよ。刺身食えそうやな。はよ皮わげ。ちょっとえらいちょっとあれですけど、こっちを刺身にしましょうか。ちょっと綺麗ですから、こっちはまあ煮付けにしましょうか。ちょっとね、腹骨をこうすこうと思ったんだけどね、全然銀の皮のこせ。てかさ、これさ、中骨ないんか。これ刺身で食べるんですか。そうですけど、正直どこがラインかわからない、わら。なんか正直その中骨刺身で食える鮮度なの、わからんわからん。もう鮮度がどうやったら鮮度ってわかんの。臭かったら鮮度落ちるみたいなことですか。一か八かですか。一か八か。刺身用って書いてある。いや、刺身用ではない。玉入れのものは全部アウトだぞ、わら。触りすぎだから食いたくないですね、わら。刺身用なら刺身で間違いなくいける。玉入れのやつややばそう、わら。普通玉で2000度求めるか。刺身用って書いてなければ火を通すのが無難。じゃあやめた方がいいね。刺身用ではない。あ、それ無理だよ。やっぱそうなん。 あとはあれか、中骨でやってんのか。中骨ないから。刺身用って書いてないなら生はやめた方がいいと思いますよ。マジですか。刺身用買ってきなさいよ。刺身用ないんだ、玉出くんには。まあ練習できたし、はい、企画終わった、わら。でちょっとこのちょりちょりのとこ、まあ1000円じゃ買えないですよね。そうですよね。ちょっと切って、お腹痛めるのは戦艦さんですからね。どんな目にあったか後ほど報告お願いしますねでもチンペ先生だからワンチャンあるかも。タイの骨って刺さるとなかなか取れないよね。そうそうそう。よし、一旦これでいこう。よし、食中毒とかシャレならんて。食中毒なるかな。ご飯炊いてないなら鯛めしにしましょうよ。反対取りについてる戦艦先生だし、なんとかなる。随分小さくなったね。そう、随分ちっちゃくなっちゃった。ゴールデンウィークに腹壊して料理コント見られなくなると俺たちの暇つぶしに使えないから、ちゃんと火を通して刺身で食うって分かってて。なんか積んでるみたいな言い方。わら、ムニエルでもいいですよね。リメンバーのつなげリメンバーアクアパッツァ見た感じ大丈夫そう。そう、片方のちょっと刺身用のやつは一旦冷蔵庫に入れて移動させます。
こっちは あれですね、あのあれにします。もうさ、あら汁、あら汁はあるかな、丈夫にできてるからいけるよ。大丈夫かな、あら汁は一回湯で臭み取った方がいいよね。ちょっとあらの方をなんとかせなあかんな。前に引っ越し前に全然焼かなかったステーキをレアとか言って食って腹壊してたろくん。あったな、あったわ、あったあった、めちゃめちゃ お腹壊すやつ。あれ何でしたっけ、何でしたっけ、魚じゃなかったっけ。やった方がいい、忘れたな、なんかでお腹壊してんな。で、これを一旦ですね、こっちのこれに移動させて、よいしょ、よいしょ、よいしょ、なんかやっぱ臭いな、これなんか臭いな、これやめとくか、ここなんか食われへん気がするな、こっちやめとくわ、頭だけ使おう、頭と骨。玉入れの160円、紫肉最近売ってないの？いや売ってるよ、ずっと待ってるんだけど。めっちゃ売ってるで、だから沸騰させるんです。レアって雑菌がいる表面を焼いて中は反省のことを言うんで、ちゃんと全面焼かないとダメですよ。ザルいらんやん、こんなやり方やんねやったら。あっ、大丈夫かな。多分これであら汁はできるはずなので、煮るんだったら指切りませんよ。え、でもなんか一回やっといた方がいいってなんか前なんか聞いたことあんねんけどな、なんか間違いかな。何がいいやろ、普通のあれかな、味噌汁とかでいいかな。くさみが浮かしたお湯をふたどがけすんなや。確かに、こう一旦これをちょちょいって入れて、なんかあ、でもこれ頭割った方が良かったよね絶対。調べれば解決するのになんで調べないの。失敗した方が配信が美味しいとか思ってんの？わら。どうしよう。頭割った方がいいんかな。まあいいかも。普通に味噌汁でいいはずやねんけどね。コメント無視率上昇？よいしょ。これあれか、これえ、これ味噌汁やん、ただの。ちょっとこれはこっちのフライパンで、フライパンじゃないわ、鍋でちょっと。まだ臭いんでまた捨てた方がいいです。マジでまだ臭いん。ということで、ね、配信終わります。マジかよ、まだ臭い、よいしょ、よいしょ、んで、よいしょ、で煮付けの方やねんけど、これはなんでネギと生姜入れないの。あー、いや、これは味噌汁、ん、さ
最後に採点して。あ、そうか、煮付け、あ、煮付けやから別にこれ入れていいんか、これ。ちょっと待ってな、煮付けって普通はあれやんな、生姜入れるよね。早くしてくれないと B 氏が配信始まっちまう。あれ、誰だ B 氏、キャンプ行ってるんじゃなかったの。キャンプはね、多分あさって行くかな、しあさってかな。なあ、これなんかもう、なんやこの、多すぎるぞ。なんか金目鯛に似てる魚、なんやこいつ。煮付けじゃなくても臭み取りで一かけ二かけ入れるでしょ。こいつだから煮汁、酒、みりん、醤油で塩と白ネギ。おー、あ、でも生姜書いてへんな、これ。最後に白がネギか。あれ、汁にするの？煮付け？こっちは味噌汁とかの方がいいかな、多分粗いし。煮付けはちょっとわからないってきた。アレクサになんで聞かないの？アレクサちょっと変な音楽かけてくるから。最近ちょっと喧嘩中やね。汁だとまだ臭いなそれ。あ、マジか。そうなんか。じゃあフライパンでやるかなと思ってんけどな。まあ、一回フライパンでやるか。煮付けはフライパンでもできるやろ。ここに醤油、みりん、酒、大体でいっか。ごめんなさい、中豚が。まあ酒、みりん、大体でいいか、いつもそれですね。わらわら。なんか全部中蓋ついてんだけど、これ誰か付け直してる絶対。よいしょ。で醤油、醤油がよいしょ。これでか、後ろの子が犯人ですかね。おいおいおい、やっぱりか。おい、いや、まあここはね大丈夫と思うで。なんでみりんさんやねん。みりん、ここはまあ大丈夫やと思う。味も水に生姜はいります。え、生姜入れんと。だいたい煮付けって1対1対1でいいからね。めっちゃ薄くなってない？大丈夫？そうです、ちょっと大丈夫。しょっぺん煮付けになりそうやな。わら、そうかな。これなんか魚側になんかやっとかんでいいんかな。117ページ。なんでこんな薄っぺらくなったの？醤油どんだけ入れたの？普通にあったんですよ。全然1対1対1ちゃうやん。
と塩でき、あ、塩振っとかなあかんかったんか、こっちに。醤油はだいたい目分量で来ました。こっち側にちょっと塩振って水気取っとくらしいな。骨に当てながら切り離してないからね。そや骨に肉残るよって過去に3回くらい言いました。いやー、やっぱ魚やっぱずっとさばいとかな忘れるんやろうな、きっとな。肉みたいに簡単じゃないからさ。そう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 、今日は油ないの？油？あ、炙るのは、あの刺身の方は炙ると思うよ。ちょっとこれ一旦入れようか。金目鯛は油の多い魚やから美味しいって書いてんな。刺身食うんかい。わら、炙りのプロですもんね。刺身食いたい。どうしてもね、焼き霜作りが食べたかったんだよな、私。で、回しかけながら。俺たちもいつも炙られてるしな、達人よ。それならなんで刺身用を買わなかったんですかね。ちゃ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 。ちゃ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 、金目鯛はないね、刺身、刺身を売ってない。だいたいね、玉での刺身ってね、なんかほんまに少ないのよ、お刺身用が。刺身多分3000円くらいする。びっくりぐらいするぐらいないのよ。やばい。ここにちょっと落とし蓋してやるか。今日も毎日毎日鉄板の上で焼かれて嫌になってるもんね。落とし蓋は。誰がたい焼き食うんや。玉出までディスり始めたの。玉出は私の母です。なんでいつも弱火にすると火が消えるの。そういうやつなんですよね、これ。なんかたまいでに刺身用の鮮度を求めるのは無謀。無理なんかもしれない。岸和田のおかん泣いてるぞ。なんでだよ。カセットコンロ買ってきた方がいいのでは。カセットコンロあるで。よし、で、これを落とし蓋していく。引っ越す前にコンロ調べなかったの。そのコンロ火事が起きないような初心者用で本格料理にいかやく。いやーでもね、あんまないのよね、こんな二口コンロで。なんかキャンプ用の調理道具買ったんじゃね。あれなら作業用台があるみたいなさ。あー、作業用のやつあるよ。真ん中に穴開けて。危ない。真ん中に穴開けた方がよかったのか。人体は火事防止優先やろな。そやな。もうほっとけ。よし、これでちょっとほっときます。弱火にして。動画レシピ見るとほぼイハカカセットコンロだけど、そっちの方が良かったんじゃね。そうなんかな。浮いてくるな。大丈夫か。
よし、じゃあちょっと刺身の方をちょっとやろうと思うんですけど、ちょっとマジでお腹壊して動かれへんくなったら、前の部屋のイハの方が正解率高い気がしてきた。ガスを使いこなしてこそ本当の料理人。問題はちまきが料理人じゃないってことなんだよな。そうなんだよな。あとはですね、あれか、問題刺身の切る難しいな。金目鯛は振り塩をして5分置き、表面に浮き出た水分を拭き取る。だからやっぱ刺身ってやっぱ塩振りしてんのか。最後投げないくらいの火力は出てるんだよな。で1の、節は、焼き霜にする、うん、だからあのままの状態で切った方がいいのか。 OKOK、 まあ、大体でいいや。大体でな、大体でいこう。よっ、よくしょ、よくしょ。なんかちょっと綺麗になってないか。冷蔵庫入れたらちょっと綺麗になってる。また大体言い出した。大体っていうのはあれよ、いい意味で、いい意味で大体です。料理は運でしたっけ。料理は運です。これでいいか。死にてえのか。やめてくれ、死にてえのかを。ちょっと足りてないか。ちょっと今日は視聴者少ないけど料理成功しちゃった。今日は大成功してるからね。よいしょ。いつ引っ越ししたの。え、結構前に引っ越してますよ。もう半年なんかな。そら戦艦は普通かまずいかの二択だし。美味しいないんかい。昭和に引っ越した。昭和、グーは10連休？そうそうそう。新しいスクリーンショットがあります。な、また増えた。前の部屋は何かに追い出されたんでしたっけ？違うよ。普通に自主的にね、引っ越そうと思って。いい家に引っ越したいなっていう気持ちがあってね。夜逃げだよ。夜逃げ。なんか前の家のね、なんかね、電気代と水道代を最近まで払ってたっていうのがすごいね、なんかムカつくわ。データベーススペシャリスト取った。いや、あんなもん全然まだまだよ。金目鯛食って腹壊してゴールデンウィークずっと寝込むまでが配信のオチだから。そうなんだよな。ヘアート配信者が視聴者からタイトル「平成が生んだ天才料理人」をもらいました。解約しやめてくれ。大前の解約しって毎月いくらくらい払ってたの。大煽り。戦艦さんはオラクルマスター派でしたよね。そうそう、早く光回線中の部屋に引っ越して、そうそう、平成が生んだモンスターでいいんじゃねえの。わら、モンスター、おいで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 、こっちだけやろうか。ちょっと水気が出てきたら、あの水分を取ります。なんかもうあかんな、もう今あかんな。僕もブロンズ取ったけど、ほぼ使ってないのでシルバー以上取ってません。今度の加工に使うとこに引っ越そう。火事だー。今すごかったね。なんか俺何がすごいっていうとね、今ね、
火止めるより先にカメラを動かしたっていうのがすごい。そう、俺も配信者って感じした。俺そうそう、俺もそれ自分で今気づいてしまった。カメラを先に動かさないとっていう。本当なんか変に変な癖ついてもうたな。平成中にはおりますよ。やっぱ芸能人なんやなって。なんかそういうとこだけな。なんかレイカズのバースケットゴー目指そう。さすが料理コント芸人。料理人じゃなくて配信者。わら。配信者の鏡。蕎麦じゃなくてよかったんか。もう君は立派な料理芸人。蕎麦じゃなくて、ええやで。ええやで、蕎麦じゃなくて。そして吹き出たのを全く吹かないというね。ちまきさんが平成に虐待してきた食材たちに懺悔する大反省会の会場はこちらですか？いやいやいや、ちゃちゃ吉本からまだオファー来ない？なあ、そのシャドーバースとかに参入する前にうちに参入してほしいわ、吉本。めちゃめちゃ吹き火結構出てたんだね、水。知らんかった。結構びちゃびちゃなんだね、ここ。新時代になったらまずはキャンプ道具を虐待するぞ。そう、もうキャンプ道具ね、今日で揃えたから。マジで友達に一緒にキャンプ行こうって言ったら普通に断られたけどな。なんなんお前ゆるキャン見ろって言ってなんとか説得してるけど。ダブル。なんなん、みんなキャンプしたいやろ。人生最初のキャンプがゴール中とはさすがド M。 前の光熱費解約忘れ、掘られると怯えてるんですかね。そうそうそう、なんでキャンプで掘られんねん。日付変わる前に外に出て平成最後の日に何か思い出作って和歌山に来るか。ダメだろ、かわいそう。いや、みんなキャンプしたいやろ。リファールの蓋もし忘れてましたし、そろそろ気候症疑った方がいいんじゃないですか。なるほどね、疲れてんちゃうかな、普通に。疲れ。いや、ほんまティファールの蓋は閉めへんと、ずっとボコボコ言うっていうのが今日わかった。あ、気をつけなあかんな。疲れてますよ。疲れてんな、なんか休日やのに疲れてるもんな。淀川で発展オフしますか。何、発展オフって。やめろ、発展。三崎公園でキャンプ割って。ああもう、なんやねんもうこれ。ちまきの料理見てる。映ってないし。の方が100万とか映ってないし。大阪の人どんな道具買ったんだろって思いながらツイッター見ても全然更新しないじゃないですか。ああ今日あげます。ごめんなさいね。おじいちゃん大丈夫？じゃあなんかキャンプ行く前に配信したいのよ。これ買って買いました、これ買いましたっていうの。はい、多分煮付けはもういいんちゃうかな。うん、もうなんかボロってないか。ボロボロになってない？大丈夫？早くニーズマエプロン買え。大阪の人モーロクチンパンジーパンクンピース。僕は大阪です。それで買った半分のものしかいらないって言われるんですね。おい、どこにキャンプ行きたいとかあるの？ちゃんとこれが役に立った、これは使えんかったって評価頼むで。やっぱや山に来たよね。山飯終わったら引き続きやろう。足りないのがあっても前日だと間に合わない。あ、でもね、今日は無理やな。明日やった方がいいかも。明日なんかいろいろ届くんで。そうそうそう、テントも多分の届くんでね。山火事起こすの？レイカズ一発目はキャンプなの？1時間半経過。まあ最初やし発光出さんでええやろ。ちまきって車持ってないからキャンプ数回したら家バレしない？そうなんだよ、ね、いやでも電車で行くから。何時くらいからを予定しています？山の上には電車ないから徒歩登山だぜ。リスナーと一緒にキャンプに必要なものを買う配信すればよかったのに。わら。いやでもまだ多分ね、足りてないもんいっぱいあると思うから。そうそうそう、それはね、多分それでリスナーさんに教えてもらって買っていけばいいかなと思う。
キャンプ道具持っていくバッグは用意したの？欲しかったか？あ、それは買ってますよ。まあ、いろいろ揃えてますね、今ね。よいしょ。なんだかんだ詳しい人がいたらそういう人に聞いた方が絶対にいいからね。そうやな、絶対。キャンプ場は電波届くの？ゴーに行ってはゴーに従えってな。車持った？車持ってへんねんな。キャンプする山は買っておいた方がいい。いろいろはかどる。山買うってどういうレベルの話してんの？今のキャンプ場とか電源あるところ普通だぞ。そうやんな、いろいろ調べたら出てくるな。電車借りてベコベコにしましょうか。あ、弁償せなかね。もうすぐ23時ぞ。やば、早っ。大きめのバイクとかは？いや、バイクがないんだよな。山で死体を埋めるの？ちょっと待って、これ普通にいいやんな。山買ってそこに住めばいちいち行かなくていいし、配信するだけでいいな。岸和田だと盗難車でええんちゃうの？なんで？なんでグランドセフトオートみたいな。山って100万くらいで買えるでしょ。意外とせえへんな。焼き霜作りっていうのは冷やさんでいいんやんな。死にてえのか。やめてくれ。はい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 。焼き霜作りは普通に炙るだけでいいんだよな。戦艦先生突然5人用テントとか買ってないですよね。大丈夫、1人用のやつ買いましたから。うち山あるけど来る？山な、山欲しいな。でもな、それ考えてくる、考えると。え、1人用なんですか？一人用ですよ。俺が寝るスペースは一人用テントだと荷物入れれないから不便だよ。氷水に入れる人もいる。一人用テントなんてあるんだ。一人用？海ドームとかエリクサーとかその辺か。俺も隣が山になってる田んぼあるよ。たまにイノシシが侵入してくるけど気にしないでね。わら、彼女はどうするの？テントは1人用なのに、なんでレシピはいつも4人用なの？俺は冷凍庫にちょこっと入れる。こんなもんか。最初からリスナーに相談した方が良かった感じしてきたねー。わら、それ刺身？サクトリしないの？普通は荷物分も入れて2人用ぐらいとかなはずなんですが、それじゃあぶり足りてないよ。足りてないか。ちょっと足りてないよね。これちゃんと平成中に終わるの？終わります。まだ炙って。こうか。もうちょっと炙った方がいいね。隣に国道通ってる竹やぶの山あるよ。今は竹の子いっぱい生えてる。まあ、こんなもんやろな。これ以上やっちゃうとなんかもう何か分からんようになるな。あ、いい香りするわ。真ん中に腹骨残ってるから取らないと骨刺さるよ。忘れてた。完全に忘れてたな。これが炙りサーモンですか？違います。普通は泊まる人数プラス1で計算するんだけど、戦艦先生徒歩だから1人用でも入るかも。切ってから炙ってもいいんだよな。そうなんだ。ピンセットだな。骨抜きで抜こう。そうやな。皮剥がないの？皮は食べるんで、あの、なんか霜作りっていうのは皮を美味しく食べる方法らしいんでね。平成最後の晩餐がこれでいいのかい？いや、これがいいんだよ。赤い皮も食べるの？そうやで。じゃあ骨も一緒に食え。氷水に入れんの？いや、氷水は入れへんな。これでいいはずやん、多分。これで完成なはず。またあちちになるとこやった。湯引きもせんのか。そうそうそう。焼き霜作りはこれでいいらしい。よし、完成が近づいてまいりました。あ、切ります。切
切らずにそのままで完成焼き魚やな普通の。皮は美味しく食べれますが骨は食えません。カブつくらしい。こんばんはですよ。牛刀で切るか。こんばんは。魚を牛刀で切る男。ここやんな骨あるの。ここか、こっちか。あ、こっちか。こっち切りすればいけへんの。骨切り。こうか。ちょっと待って、これは、これさ、炙る前にやっとかな、これ。骨は骨硬いから無理。あ、そうなん。ちょっと骨だけ、ちょっと、切るか。そうしようか。で、どこに骨あるかもう分からへん。炙る前に普通抜く、触りすぎ。じゃんな。寄生虫大丈夫？切れ目入れればよくない？こうだよね。血合い切って取った方がええんちゃう？アレクサ、助けて。ハラスミで。切るときにギコギコやめて、わら。あ、これな。なんだよ。なんかあれやな。骨残るな。全部使い捨てです。こんな感じか。で、これを毎回100円ショップの包丁使い捨てしてるんですね。刺身状に切るよ。刺身風に切るよ。何やこれ。ちょっと待って、ほんま、何これ。ん、あ、これあれなんか焼き魚やねんけど。紐作りやからあれか、縦に切っていいのか。もう分からんなっちゃった。右から切っていいかな。なんか切りにくいなと思ってん。気持ち悪い声出すの。行きそうなん。変な切り方してるなって思いながら見てた。あ、皮が全部、あ、めくれてる。
え、でもむっちゃ、もう、なんこれ、なんこれ、ダブルダブル、なんやこれ、なにこれ、グズグズになってる、完全に気まぐれクックやってるよ、できました。いい包丁ならきっと綺麗に擦れてただろうな。包丁濡らさないから、あ、濡らさなあかんのか。居酒屋でこんなゴミみたいな刺身出てきたら、みんなのそぼろ作ったんですか。マジで俺これ居酒屋出てきたらちょっと焼き魚はロタ疑うレベルやな。まあいいや、とりあえずこれで完成ということで。平成最後までちまき先生らしい配信でしたね。なんかやりきれんな。まあでも煮付けの方で挽回すっからよ。失敗作をお通しで出してきそう。腹が大きすぎるんだよ。チキンソテーにしか見えない。なんで、よいしょ、戦艦さんらしい平成でしたね。平成、よいしょ、刺身醤油と。俺たちはいつも戦艦を疑いの目で見ているということを理解していただけましたか。ええ、理解しました。撮影技術でなんとかインスタ映え狙ってこ、笑。もう無理やな、もう取り返しがつかないところまで来てしまった。とりあえずまあ一品目はこれかな。ご飯炊いた？ご飯はね、炊いてませんね。最後の最後まで。隠すから大丈夫。おりゃ。刺身だと最初に皮剥がさないとダメなのでは？いや、焼き霜作りだからね、大丈夫なんだよ。日本酒は？痛い痛い痛い。日本酒？日本酒なんか飲まへんから。ビールだから。ちょっともうなんかこっちちょっと。戦艦だったら切ってから炙った方が良かったな。みたいになったけど。わら、金目の煮付けでご飯ないとか金目に対する冒涜ぞ。パパッとライスがあるから大丈夫。すごいな、目ん玉だけ目ん玉だけ飛び出るもんな、配信的に。これ映像おもろいな、目ん玉だけ飛び出て。今からチンしますか、うん、ダブル骨で出しとるとうめえんだよな。この前サジさばいて知ったわ。目ん玉でロレロしてくださいね、ちゃんと。僕は家教員のりやき、目ん玉好きなんだよね。パパッと煮付けはないの？煮付け、煮付けあるべ。味。これを。まあ煮付けはね、まあほんまにこう煮付けるだけなんでね。てかさ、これ絶対切り込み入れとかなあかんかったよな。またもや。料理歴3日じゃ仕方ないよ。3年だわ。マージュージすぐ入れといた方がインスタ映えしたわな。煮付け結構うまそうじゃん。煮付けはね、うまそうです。結局刺身にしてるんですね。そうです。目ん玉が飛び出てくんねんけど、こいつなんやこれ。できた。
でも銃引きであると抜刀斎ってバレるし。抜刀斎もう少し煮込んで汁にとろみつけた方が良かったかも。そうかな。ああそうか、確かにな。あらジェル、グーにゲーム配信はありますか。あーでもキャンプやるからな。よいしょ、もしかしたらできんかもね。なんか彩りが残念、わら。料理時間長くない。長い。まあ、3品作ってからよ、今日は。許してちょ。あちゃ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 。あちゃ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 。キャンプがサバイバルゲームみたいなもんやろ。失敗するとご飯抜きなんやから、煮付けに真っ白い皿ってなんか周りが寂しい。確かにな。これ何どういう食卓これ。魚魚魚わら。怪言ダジャレ聞いてください。自分で作った料理食べたけど平成を装ったけどまずくてやっぱつれえかず。ネギでも散らせや。どんだけー、ね、わら。おひたし欲しいね。伊藤家の食卓わら。汁の見た目が映えない。汁の見た目が。刺身以外は見た目いいけど煮付けって生姜とか入れてないのか。生姜だけ入れてますよ。わら。生姜だけ、薄い生姜だけ。なんなんこれ、どういう食卓やねんこれ。食い合わせ悪すぎない。魚やから、魚の魚はね体にいいから。あちゃち。なんかめっちゃ面白い。わら。正月の残り物を処分してるお母さんって感じ。毒も食らう、栄養も食らう。味は心に悪そうだけどな。やめるんだ。これで飯がレトルトってのがまた、わら。じゃ米を炊いていないんだ。あかん。あかんあかんあかん。そんな、あかんで。そんな横着したか。横着したらまた失敗するから。野菜ゼロ。どこのご飯ですか。これは佐藤のご飯かな。チンパン箸使えよ。よ、箸も使えるチンパンジー。わさびが野菜だからセーフ。わら。あ、そうか、そうそうそう。もう麦茶が野菜やから。麦茶飲めば大丈夫。お茶は野菜。砂糖のご飯とかコシヒカリじゃねえか。じゃあお米も野菜でいいか。いつもの転換ならそのままやってたのに進化したな。これ店で出すといくら。なんぼやろな。金目鯛が908円するからな。500円。わら。麦も全部炭水化物じゃね。よし、完成。原価割れ。わら。金目鯛尽くしです。これちょっともう焼き魚としてインスタに載せよう。原価割れしても食いたくない。原価割れしてるんだが、先生がいつも食べてるご飯より美味しかったらどうします。ダブル、うん。1時間半もかけた料理やぞ。時給考えたら2000円よ。わら。切り刻まれた焼き魚。わら。俺の単価なめんな。大丈夫かこれ。なんやこれ、なんやこれ、なんなんだよ。ただ金目の洗って美味しかったっけ。
調理難しかったような、なんかなんかって感じのエメンだな。で、二人ひ、わら、なんかなんかって感じだな。よいしょ。テーブルクロス引きやってみて。待ち飽き。食欲は出ない。わら、おかずだらけじゃん。お前や。おかずだらけ、そういう副菜がゼロ。あ、でもわさび置いちゃってる時点でな。刺身が奥じゃない奥としたら、深海魚の臭みが凝縮されてるって聞いたことあったからね。あー、金目鯛って深海魚なんですよね、確か。よし、くっす、いただきます。まあ、もう一品一品取った方が良くないっすか。確かに。よし、金目鯛をちょっと食べてみたかったんだよな、今日は。よし、いただきます。食えるんかこれ。ちょっとじゃあこの焼き霜作りからちょっといただこうかな。こんな感じ。金目鯛面倒だし全部混ぜればいいやろ。うん、わさび蒸し、わら、スペアドグ、うん、なんか変な味やな。もう全部文章にかけよう。なんかこれ生で食ったらあかんような味する。